ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているのでチャンネル登録の方をお願いいたします。なんと1700人チャンネル登録ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。なんかここ最近ちょっと YouTube さんに気に入られたのか,気に入られたのかなとちょっとインプレッションっていう表示される量がちょっと増えているんです。<laughs> でチャンネル登録いっぱいしていただいてありがとうございます。 今年の目標でかけてた今年中にチャンネル登録2000人がほんのかすかに希望が見えてきたかなっていう感じであります。よろしくお願いします。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の内容は僕自身が丸まあまちょっと言うとまあ、100切ったりとか90台を切るっていうのは実は結構早かったんです僕はただそこからもう結構伸び悩みというか ずっと80代、悪いと90つみたいな期間が結構長かったんですよね。それを脱却したある一つの意識の変化について今日は説明していきます。なのでもしそのあたり、いやも、もちろんもう初心者の方とかですよね。初心者の方とかも、この意識から始めることを結構僕もおすすめしたりはしているので、ぜひ最後までご視聴の方お願いいたします。はい。ということで、 私のもともとのスイングまあ本当にもう何年前だすごい前ですね20年近く前か20年ぐらい前のスイングの時はどんなスイングをしていたかボールには当たるんだけどもうご覧いただいた通りアウトサイドインが結構きついスイングでしたなのでドライバーはもう全部スライス逆に言うとスライスしかしなかったので 左から右、アドレスを左に取っておけば、ほとんど戻ってくるよっていうような、あの、持ち玉でした。セカンドショットも、ショートアイアンは比較的まっすぐに近かったんですけど、まあ長いやつは全部スライス、スライスばっかりのスイングでした。まあそれでも、まあ一応野球やってたこともあって、ドライバーは200ヤード以上飛ぶし、アイアンもまあそれなりには飛ぶので、なんとか80代では回れるようになってたんですよね。しかし、 そっから先がこれだと全く見えなかったわけです自分のイメージとしてもう距離も、まあ、当時でやっぱ220ヤードぐらいですかね当たったって言ってやっとあの旗22030の旗ぐらいにいくかどうかぐらいの距離でしたしなかなかその先が見えない状況でしたとさあその中で僕がどういう意識でそれまで打っていてそれ それを乗り越える,越えるのがねまあ多分それを意識を変えて練習を続けた結果一気にベストスコアが70代までいったっていうポイントです当時僕は何を意識していたかインパクトです。もちろん悪いことではないんですよ悪いことではないんですけどインパクトを意識するあまり少し。 直線的なな運動になっっててしまってたんですよねトップの位置からいきなりボールを叩きに行くと当然こういうアウトサイドインがきつい動画ああきついスイングになるわけです。これだとやっぱり当たるけどいい球をある程度打ったり距離を伸ばしていったら行くためにはこのままじゃダメだなと。じゃその時に何を変えたかインパクトを無視するようにしました。 代わりにどこを意識するようになったか、ここがめちゃくちゃ大事なポイントです。ここです。ハーフウェイバック、ハーフウェイダウンみたいに言われるような、まあ、クラブが腰の位置に戻ってきた時の、ここの場所を意識するようにしました。ここ。もうボールなんかほとんど無意識です。ボールなんかほっといて、こうやって何回もそこの位置を確認して、 トップの位置からとりあえずそこにおろす。ボールじゃなくてとりあえずそこにおろす。ここにしっかりハーフウェイダウンとやる腰の位置。ここにしっかり下ろしていく。プラスそこの時のフェース面の向きですね。これも当時かなりスライス持ちだったのでこういうおろす癖がついてました。アウトサイドインでフェースと落ちていたらもう左しか行かないですからね。もうこういう癖がついてました。これもしっかりこっちを向ける。 前傾とほとんど一緒ぐらいのイメージですね。ここ。ここに下ろすことだけに集中してボールをスイング、あ、ボールを打つ練習をしました。ここだけ。これを最初に言ったら3ヶ月ぐらいだったんですかね。もちろん、まだまだ強く振れない時期だったんですけど、ここを意識することによって、スライスが消えて、方向性が抜群に良くなったんです。なので、 ここここここ,こ,こインパクトじゃなくてここに下ろすことだけ意識してボールを打つこれを書いただけでもう結果が激変しましたもちろんその人それぞれここの腰の位置に入ってくるポジションは理想は少し違うとしてもボールではなくダウンスイングの始めにどこを向かうべきなのかそれは 腰のここの位置ですね。ハーフウェイダウン、ここ。実際に皆さんもアウトサイドインで悩んでいたり、コースに行ったらなかなか方向性が急に取れないとか、っていう時に、ぜひこの練習、この意識に変えていただいて、ここ。コース行っても下ろすのはここ。じゃあそこに下ろしてからボールに行くっていう感覚を、ぜひ試して、 まあちょっと伸び悩んでる方なんかはこういう練習をしっかり取り組んでいただければ僕と同じように70代とかもしかしたらその先の方へ時間が取れる方だったら60代とかっていう世界にも入っていきますちなみに僕はいまだにここを意識して普段練習をしています まあもちろん僕が成功体験があるのでそこを常に調子が悪くなったらそこにちゃんと降りてるかな降りてるかなハーフショットもしながらそこのからインパクトの形でどう立ったかなっていうのを確認しながら練習を続けていますとはいアウトサイドイン悩んでる方逆にインサイドアウトすぎる方もいいですよインサイドアウトすぎて悩んでる方なんかもそこの降りてくる場所がずれているだけなのでそこをしっかり練習しながらインパクト練習まで持っていってあげれれば 皆さんのゴルフも激変することでしょう。ということで、今日の内容は以上です。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価、コメントですね、もよろしくお願いいたします。